トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。2月26日、金曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から南の空、西の空へカメラを回してます。今日は曇り空の朝になってます。太陽もぼんやりっていう感じですね。 風はありません昨日まで冷たい北風が吹いていたんですけども今日は風が収まって曇り空ですけどもそれほど寒さを感じません旧車内の気温は5.5度曇り空で熱が逃げなかったみたいで今日は暖かい朝になってます今日は500キロレースの持ち寄りが終わり千島旧車に旗はいません タネバット宮舎の様子を撮影していますこれはタネバット宮舎、えー、10個の巣箱になる場所ですね今この10個の巣箱のところは8ペア今入ってましてそのうちの7ペアが産卵してます今順番にこう上から下に1羽ずつ巣箱の中を撮影しているところですもう卵は睨んでましてメスは落ち着いた感じですよね 一段だとなんかまだ二段目産まではちょろ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 するんですけど、ここが産んでないところですね。うちでいう A の四番目っていう巣箱なんですけども、そこだけがまだ産卵してません。他のところはみんなこう産卵してメスがこの時間帯放卵してます。こちらの巣箱は全部で四段重ねの巣箱になってます。 4ペア入ってますね。ここの4ここの4ペアは全部産卵が終わってまして、えー、一番上これ2番目、うんちゃんとメスが抱いてますね。これが3番目。今うちの中で一番活躍してくれてるハトの配合です。これが4番目一番下。 ちょっと暗くて奥の方なんでよく見えないと思いますけどもこれは庭に置いてある旧社の種畑小屋ですここも4ペアですね配合してますここの4ペアもみんなもう産卵して今深町ですあれ一番下はメスが抱いてないですね これが一番上の巣,巣箱ですねこれ2番目これは新しい配合でどうなのかな分かんないんですけどこれ3段目のとこですこのメスが私気に入ってましてこの子供が飛んでくれればいいなと思ってますこの一番下この配合はこの間の300キロ優勝した後のと同じ配合です 今日は選手バトルを無料化南インターチェンジ500キロレジナルレースに参加しているため、旧車の中にいないので、99年春の500キロ郵政大臣杯優勝バトルの写真を掲載して、これで今日のブログを終わりたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。この99年の年 再現を願って、明日の鳩の期間を待ちたいと思います。また次回もよろしくお願いします。失礼します。